最初まだこんなん全然味してまへんお母さん偉いすんませんなあ寂しいな、うまいな喜んでください、はい、実は分からなかったと思いますが筑前煮です知ってる知ってる筑前煮ね筑前煮あそうこれいいよ、うん、ちょっと見てくださいよ色の具合は結構上から筑前煮ここでお母さんに志村けんの大好物特製厚揚げ煮を作っていただくことにこれができねえんだよ熱くねえのもう言うんだから平気で見えてるけど熱くないんだよ入れてないよえ入れてない砂糖入れるんだそんないっぱい入れるんだもうほとんど目分量だねああそう砂糖多めだねそうだねってことはちょっといかしていただきますいかがですかまあまあうまい。おいしい。おいしい。うまいでしょ。めっちゃおいしい。もう少し お塩いった方がいいかしら。こんなにです。もう全然いい。大丈夫？飯に合うでしょ。飯に合うし、酒にも合いますな、これ。合いますこれ。それでは本年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。若奥さんにもこれは言ってるわけですか。やってますもん。味は変わらないですか。そうね、変わらないですね。変わらないですね、これ。このお味噌汁もうまい。いけてましょいけてるあ、そう、ね、ちょっと飲んでみてじゃあこれ、けんちゃん作ったのうんうんあれ、そうで、僕ちょっとこれ漬けもらいますわほんと漬けをこれ自分で味がいいね味がいいでしょ歴代の歴代のおいしいいけるでしょこの、これねいや、うまいこの漬けあ、そう、ね、で、お母さんの漬け食べはりますあの、わさびつけないんでね、はい、どうぞどうぞスーパーのあれですよさっき見てたマグロは別にここでこだわってるとかないでしょうん、全然普通のマグロでいいですよ安いやつで、赤身でうまいで、お母さんはい漬けもいいんですけども、うん、ずっと見ておられた一番どれが食べたいですかこれですそうでしょそれをさっき言ってもらわないとね、ねえこんにゃくこんにゃくとはい、それか人参しいたけしいたけとで お肉ですお肉ですねあの、あの、はい、かしわですねいわゆる大阪のねまさかでもこれ 本で見てやったと思わないよねどうもありがとうございます、はいはい、ちょっと先食べてくださいいや、いやどうぞ産まなかった産まなかったで言うてくださいよちゃんとこんにゃくうん、いい味ですねおいしいいけてるうんこれもうまい、これうまい。これはどうして？鮭焼いてあの炊く前に入れるだけ。あのシジミとアサリのスープ使ってますからね。すいません。ちょっとあの方に鮭多めにって。おいしいわ。こんなんやったら結婚せえへんわはずやこんなもん。ほんまに。お母さん。え？息子さんの手料理どうですか？おいしいですね。初めてこんなもの味噌汁ね。ね、実家帰ったらってやらないもんねまあそりゃそうでしょ嫁さんもいるしまあ、うん、こういう機会でないとね本当ですね去年はちょうどね今頃に来年は孫見れるかなとか言ってねそうですね言ってましたからねそうと俺の代わりにキムタクだけ作ったからなそうそうそう工藤静香さんがもう孫作られましたキムタクさんがね、うん、もうこれはどうしたらうまいのえ今朝テレビでずっとやってましたねあの先月ですよね今朝ってこれ2日の日の放送だよねうんなんぼ数字持っててもちょっと応援な態度やそのね、だんだん分かっていかないともう3年目なんだから、ね、これお母さんにプレゼントなんですよなんでしょうちょっと開けてくださいあざーどうもありがとうございます。